はい、こんにちは、ビッグボーイです。ファークライ4。続きやっていきます。監獄から。謎なんか黒い煙が立ってるこの不気味な監獄。外はもう崖。マップを見てみたところ、これはもうあれだな。完全に北の領地だな。北の領地に連れてこられた。とりあえず脱出しないと。ドゥルゲシュ刑務所。標高7559メートル。はうはうえ、なに、え、なにこれ、あれなんかグラップルできたところがあるけど、ユマ、それは偉大なる文明だ。今の惨めな出来損ないのキラットと違って、あ、何も持ってない。傭兵を呼べないグラップルできるとこがあったけど、なんか落ちてるな。今夜脱獄の人の置き手紙、グラップルを作れ。そっか、まず作んないとダメか。何も持ってないから。俺が雲だったら糸を垂らして降りていけるんだが、えだけど俺にはなれない。あの女がリストカットしてる。雲なんだ。彼女は皮膚の下に卵を産みつける。卵が帰るのを待ってるんだ。雲は嫌いだ。奴らには全部見えてる。でも俺が、うわ、そんなに腕を切るな。降りていける、降りていけるんだ。こっちからは、あ、この壁は薄い。おばあさん、何も感じない。あいつらは壁を抜けてくる。何も感じない。音を立てたらやってくる。痛くないし何も感じない。音を立てたら、うわ、いやー、ちょっとアウトラストで見たことがある患者さんがたくさんいるよ。なんか書いてある。バードイーター、カゴには鍵がかけられた扉はついていないが、落車さはあなたを待っている。クマの毒は近くにいるとより強力に刺してくる。小鳥よ、カゴから離れるでない。必要とあらば身を低くし視界に入らないようにしろ。だが下を見るな。こっち行けないな。ここ行けないな。何なんだ。いやー、またヘッドバットしてるし、こっち行けないんだ。別の出口じゃないもんな。グラップルするためのものを作れ。こっち行けんのか。行けない、行けない、行けない。行けんのかこれ。行けないな、これは。うん、作んないといけないもんな。こっちはなんかあるか。いやー、崖っぷち。危ない、危ない。え。おぉ、画面が揺れる。なんかいる。あれ、なんか見たことあるぞ。これ、シャングリラの世界にいたやつじゃないの、これ。あ、あ、の、やばい気がする、やばい気がする。こいつ、こいつはバレちゃいけないやつか。助けて、助けて。あ、出れた。そか、ナイフも何も出せないのか。バレないように先行った方がいいな。なんでここにあんな奴がいるの？いや、画面がすごい揺れる。モーションブラーがかかってるみたい。どこ行けばいい？なんだここ。うわー、なんだこりゃ。
なんか刺さってる。いやグラップルの道具ゲット。もう一つあっちか。いやもういない。うわ画面が揺れる。青い。まだこれじゃ足りないよな。あっちか。なんかなんだこれ。ユマ。あ。そして石割との愛に走りついに壊れた。母親、このばあさん死んでる。ヘッドバットしすぎて死んでる。え、骨になってる。こっち行ける。さっきのシャングリラで見たやついるんじゃないか。肉。あ。こっち行ける。画面が超揺れる。どこにあるグラップルの道具。あ、なんかあるぞ。うん、あった。おお。グラップルで逃げる。なんか嫌な予感がする。おお、おお、おお、やだやだやだ。どっから来たっけ。こっちこっちこっち。あ、あれ、こっちこっち。よし、グラップル。くだれくだれ。あ、間違っ、外しちゃった。ここでそうだ、これで降りるんだ。よし。なんかあそこにグラップルできそうなとこ見えてるけど、あれか。あれ、なんかいた。外す。もっと降りる。シャングリラ。そして私は蘇る。かつてカリナギが蘇ったように、私はパガンにすらできなかったことを成し遂げ、キラストに真の文明をもたらして見せるの。降りた。こっちも行けるな。あ、で、なんと、セーフ。知らなかった。よいしょ、危ない。あそこにグラップル。外す。危ない危ない。こうグラップル。じゃあユマはパガンミンが好きだったけど、何、エイジェンのお母さんかそれをぶち壊したみたいな、そういう関係。なんかまだ注射の影響が切れてないな。
こもりで。あ、なに、いや、あ、落ちた。そう、これも全部ウィリスのせいだ。なんかある。出発は延期だ。あれ、これは一般ピーポーと見出していいのかな。HA じゃないか、元気にやってるか。そんなこと、そんなのんきなこと言ってる場合か。え、逃げろ。カメラ出せないしな。今ここにいるのか。近接攻撃とかができるものが何もないから、とにかくバレないように行くしかないか。なんか光ってんな、そこ。なんもない。投げナイフゲット。ここ大丈夫だな。あ、この人にも投げナイフが2つ。犬がいるな。犬倒しとくか。え、やばい気がする。ジップライン、フッフッ。銃をよこせ。弾が全然ない。あ、警報鳴らされた。まずい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 。そう、ドンパチと行きたいところだけど弾が全然ない。やばいやつがいる。こっち逃げる。よし、弾行った時ここ登れ。強行突破。おっおっ、対空弾があっちはできないんだ。やばい、治療治療。弾がない。いや、犬が、犬が、待て、めっちゃめっちゃある。武器がめっちゃある。犬がやばい。治療。痛い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 。とにかく逃げる。治療。治療。あー、死んだ。あ、あ、弾が全回復してる。ここ最高に難しいんじゃないか、ここ。やばいぞ。カメラも出せないし。とりあえず行けるか、あっち。さっきの入り口っぽいところから脱出できそうだな。こいつは投げナイフだ。危ない。
投げナイフ回収。ランチャー回収。この武器も回収。弾がめっちゃある。これでそこそこピア揃った。犬が厄介だな。あそこに敵がいるけどスルーできるかな。いやー固めの敵もいるな。これは回避無理なんじゃないか。これなかなかしかないな。まずあれをやったほうがいい。よし、うん、どこどこどこ、痛い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 、シリンジ脱出、あ脱出できない、リロード、よし逃げる。強行突破。いやちょっと吹雪がすごい。うわ走るのが遅い。あれなんかいる。あれ助かった。サバル。どうした。元気そうだな。トゥルゲシから生還した人間にしてはだが、キラ様のおかげで投資する前に見つけ出せたよ。一体どうやって。キラ様のお導きだ。お前の無事を祈りながら一週間行方を探し続けたんだ。祈りが届いたよ。ありがとう。俺じゃない、キラ様に言え。俺たちのためにもなってる。アミータはそこを理解してないようだ。俺はずっとお前の味方だ。ちゃんと持ってた。イシュアリゲール。1968年から2014年ってことは46歳ぐらい。あ、でここゲールの家か。帰ってこれた。キラ様ってよくわかんないけど帰ってこれた。まあこれは全部ウィリスのせいなんだけど。まだ北の領地には行けない感じか。ユマの妖精もまだ生きてるんだよね。とりあえずゴールデンパスミッションだな。なんかマップのゴールデンパスミッションが荒ぶってる。武器も戻ってる。撃って、さあ、じゃあちょっと長くなりそうだけど、ゴールデンパスミッションこのまま行っちゃおうかな。ちょ、ゴールデンパスミッションのとこまで、カット。よし、着いた。プロパガンダがあるぞ。はい。ここで、インタラクト。役の売人だ。今のお前は。誰かに似てきた。そうだ。ハガン。キラットの将来を考えてるからパガンと同じなの。
あんたみたいな古い考えから脱しようとしてるだけよ。大事なのは歴史と文化と伝統だ。伝統？何それ、少女を嫁がせるっていうこと？それがパドラの将来だっていうの？あら、殴れば？ほら、あんたの本性を見せてあげなさいよ。お前の部下じゃない。次はヌーアだ。そこは意味なしよ。ヌーアも犠牲者だ。家族を人質に取られ、パガンに命令されてた。だがそのためにどれだけの人間が殺された？理由は関係ないわ。犯した罪の償いはすべき。ヌーアのことは俺が決める。ああそうだ、あのポールはもう捕まえたけど、ポールにはもう結局ヌーアの家族は全員殺してあるって言われてるんだ。だけどまだヌーアはそのこと知らない。で、伝えないといけないからとりあえずシャナスに行こう。外にいる。アリーナに入ろう。舞台裏の道を探せ。裏道なんてここあったっけ？ああ、そっちからは入らない。だったらプラン B だ。あれ？プラン B。上か。どうやって上に行けばいい？どっかグラップルできるのか。できそうだな。できた。あれだ。よいしょ。あれ、これ以上は登れない。あっちにグラップルできるな。グラップル勢いつけて、勢いがつけれない。こっちに勢いつけて外す。よし、なんか頑丈そうな扉があるけど、ここから入れる。おう、あ、ヌーアいる。揃っていこう。あれ、これ大丈夫か、これ管理室に向かえ。敵いる、もしかして。あ、え、テイクダウン。管理室に来たぞ。わあ、やってんな。クマを放つ。アリーナで騒ぎをよこせ。トラ、オオカミ、サイ待って、話しすぎて。あ、クマもいる。トラも来てる。ああ、サイもいる。わ
ヌアを殺す、または彼女と対峙しろ。あ、全員やった。これだ。リカブ棒。よし、近くまで来たな。シュレッダー強い。よし、殺すか退治しろ。ここはとりあえず退治にしようかな。一応一度話したことがある人だし。あ、間違った間違った間違った。よし、まだ先がある。うん、グラップル、グラップル。ほっ、あ、落ちる。ヌアどこにいる。あ、いた。え、私は皆の歓声に値する。あ、これも撃てるのか。敗者を捧げてきた。待って、とりあえず収める。最も血に飢えた闘士たちを紹介する。今日もまた多くの血が流れることだろう。AJ、家族はどこ。残念だがヌア。いや、嘘じゃない。パガンは彼らを何年も前に殺してた。同情なんかいらない。家族を返してよ。残念、でもあんたはもう自由だ。自由？自由？何から？殺した人たちから？全ての罪から？皆に血の味を覚えさせた。あなたの血も私のも。これが欲しいでしょ。私の血が。さあ、ああ、味わえ。味わうがいい、下劣なけだものたちめ。これで自由ね。ああ、あ、トラ、あ、クマ。え、終わった。どっちを選んでもどの道死ぬのか、ヌアは。警告者撃て、ミッション完了。熱い。なんか連絡来るかな。またヨーギーとレジーか。そうだ、ヨーギーとレジーってヌーアと同じような目に遭ってんじゃなかったっけ。結局どうするんだ。終わったぞ。ヌーアは死んだ。悪魔ヤルンがあの女を迎えてくれるだろう、間違いない。よくやったな。これで南部は俺たちのものを、人々も信仰を取り戻し始める。まあ中には変わらない奴もいるが。なんでこんなとこに人落ちてんの。これさっきのグラさんの人。さて、現在のまたゲルの家にいるのか、ヨーギーとレジ。あとは、あ、すぐそこにアミータがいるのか。で、次回はアミータからやって。いや、待てよ、ヨーギーとレジがサブっぽいから、サブ的な人から消化していこう。じゃあ次回はヨーギーとレイジーでやっていこうかな。じゃあこれまでで、まあポールとヌアが、まあいろいろ経て死んで、アガミンの部下がちょっとずつ減りつつあると。とりあえず、じゃあ今回はここまでで。はい、ご視聴ありがとうございました。